どうも、おばんです。フェア太郎と申します。今回は客室による固有スキルの発動のしやすさをちょっと実験しました。まあ、複数ね、客室が A だったりして、こう、どっち使おうかなってなるような馬娘たちについて、どちらの方が固有スキルが発動しやすいのか、まあ、どちらの方が固有スキルの発動条件を満たしやすいのかですね、実験してみました。まあ、どちらかというと初心者の方向けの内容になるのかなとも思うので、まあ、もうすでに最適な客室を選んでる方は大丈夫かなと思います。実験したのは桜ワクシンをエアグルーブ、ダイワスカーレット、マヤのトップガン、あとおまけでキングヘイロー。まあ、これはちょっと違うんだけど、です。まず桜爆心をですね、レース後半に前の方で競り合うと爆心力を発揮、速度が上がる。こちら先行と逃げがどっちが発動しやすいか調べました。逃げの場合ですね、61.5% 発動して、先行の場合 43.3% といった風に 20% 近く下がりましたね。なんでかな全然先行でも競り合うとは思うんですけどね。なんでかな。みんな逃げの爆心を持ってるから、逃げの方が、みんなの逃げの爆心をとぴったりくっついて競り合うから、その方がいいんでしょうかね。続いてエアグルーブです。エアグルーブは先行と差しが A なので、こちらの2つの客室について実験しました。最終コーナーで後ろから追い抜くと女帝たる走りで速度が上がるということで、こちらはですね、先行の場合 28.1% 後ろから追い抜くという発動条件を先行だと満たしにくいみたいですね。差しの場合だと 73% 圧倒的差しですね。エアグルーブのね、覚醒スキルが、まあ、先行向きではあるんですけど、この固有スキルの発動のポイントの加算をチーム競技場で考えると、ちょっと差し出の運用の方が絶対いいんじゃないかなと思います。続いてダイワスカーレットです。こちら逃げと先行が A なので、この客室について実験しました。レース後半で1番をキープし続ける力を発揮する。こちら、逃げの場合は 61.8% を発動しておりました。多分ね、私ちょっと育成が微妙なダスカでやったんで、もうちょいステータス漏れれば、もう、70くらいいかないかな、どうかな。そして先行の場合ですね。こちら先行は 37.5% を発動しました。まあ、やっぱりですね、1番でいる、先頭でいることが大事なので、まあ、やっぱり逃げなんですね。先行だと発動が全然しないかなっていう。割とフレンドとかでもダスカを先行で使ってる方もいるんですが、固有スキルの発動のポイント加算考えると逃げで、ランカーさんもね、やっぱりダスカ使ってる方逃げばっかりかな。スキルとかの構成見ると、あ、逃げで使ってんなっていう感じのダスカが多いですね。続いてマヤのトップガンです。マヤのちゃんね、最終コーナーで前の方で競り合うと直線で抜け出しやすくなる。これね、発動しないなーなんて言われてますけどね、まあしないですねこちらもダイワスカーレットと同じく逃げ先行両方 A なので、こちらは、逃げで試したところ 43.8%、 先行で試したところ 34% の発動となりました。やっぱり長距離レースだとバグもばらけやすいので、競り合い判定が出ないですね。他のキャラでももっと発動できる子が、全然中長距離はキャラが多いのでいるので、わざわざマヤのトップガンを入れなくても、固有スキルでのポイント稼ぎっていう面では別のキャラを使った方がいいのかなと思いました。で、最後キングヘイローですね。こちらは、レースを冷静に運ぶことができると残り 200m で実力発揮、速度がすごく上がるということで、こちら係状態にならないことが、まあ、条件の一つなんですけども、これで、賢さによってどれくらいね変わってくるのかなっていうのを見たんですが、賢さ D プラス374のキングヘイローの固有発動率が、まあ、51.7%、賢さ C468
まあ大体100上げたみたいな感じですね。100、賢さが100上がると、こちら固有の発能率 64% と上がりましたので、まあ、キングヘイローは賢さね、これくらいまで持ってくると半分以上は発動しますんで、ちょっと賢さは欲しいですね。ああ、他にも順位が後ろの方みたいな隠された条件もあるので、まあ、賢さを上げると比例してね、発動率が上がるかって言ったら、まあそうではないと思うんですけど、まあ大体 60% くらいは発動してほしいかなと思うので、まあこれくらいの賢さに上げておきましょう。他にもね、まあまだ客室が A2 つ持ってる子もいるので、もし調べてほしい子いたらコメントで言ってください。ああ、今思ったけど、エルコンドルバサーのこの余力を持って前にいるとって、残り持久力の問題なんだけど、先行と差しだったら初期体力というか初期持久力みたいなのが、差しの方が先行より多いので、差しの方がいいのかな。あれ、ここ調べればよかった、先に。はい、それでは以上、今回は短いですが、この辺でお疲れたんほいざしたっけね。